この動画では膝の痛みがあるあなたが今すぐやるべき筋トレ法についてお伝えしていきます。この動画ですね、最後まで見ていただけますと膝の痛みをですねご自分で治すことができますので、無駄な治療に無駄な時間やお金を使うことがなくなります。どうも、みぞろです。今回は冒頭にもあったようにですね、膝の痛みがあるあなたが今すぐやるべき筋トレ法についてお伝えしていくんですけども、今回取り上げる膝痛、膝の痛みっていうのはですね、どういう痛みかっていうと、膝が比較的こう内側に入る、よく言う X 脚気味になりやすくて、膝の外側が痛いっていう方ですね、に効果が非常に高い筋トレ法になります。ただしですね、O 脚の方とか膝の内側が痛いという方に関しても、必要な筋トレになってきますので、ぜひですね、この筋トレ今すぐやってみてください。で、なぜこの筋トレが必要なのかっていう話をちょっと先にしておかないとやる意味が全くないので、まずそのメカニズムからお伝えしていきます。ではまず膝が内側に入るどんな現象なのかっていうのもですね、検査も含めてちょっと最初にご説明しておきますね。はい、ではちょっと分かりやすいようにですね、膝元に、カメラ向けたんですけども、どういった方向に膝が向くと危険なのかって話ですね、を検査も含めてやっていきたいと思います。まずですね、気になる膝の方から始めていただいたらいいんですけど、まず気になる足の方ですね、一歩前に出していただいて、この膝を前に曲げていきます。この時にですね、ご自身のつま先よりも膝が内に倒れている状態、こうなっている方は今回の筋トレというのが非常に有効です。反対に、つま先口に入って膝が外に出るという方もいらっしゃるんですけど、こういった方はどっちかというと O 脚の方が多いと思います。専門用語で言うとですね、こうつま先が外で膝が内っていう、こうちょっとねじりが入ってくるような状態をニーイン、トゥーアウトって言います。膝内、ニーイン、つま先、外、トゥーアウトですね。で、この状態がなぜまずいのかっていうのはこの後紹介していくんですけども、まず、ご自身が膝がどっちに行きやすいのかっていうのをですね、この検査で試してみてください。ではですね、なぜこう内に倒れるとまずいのかっていう話をこの後していきます。はい、ではですね、今検査で膝が私は内に入るなっていう方はですね、この話絶対に聞いておいてください。なぜあの形ですね、ニーイン、ツーアウトっていう形、内股気味に膝が入ることが危ないかっていうとですね、膝がねじれてしまうからですね。このねじれてしまうことで膝の曲げ伸ばしが行いにくかったりですとか、膝の周りの靭帯、筋肉に非常に負荷をかけてしまう状態になってしまうからです。膝の構造上ですね、膝自体は実は、こう曲げ伸ばししかできないような構造になってるんですね。でねじれてもこれはこう曲げ伸ばしに合わせて多少ねじれる程度です、生理的にですね、はい、なので過剰にねじれてしまうということは本来の膝の機能っていうのを非常に妨げてしまう状態になりますので、まずこのさっき言ったニーインですね、膝が内に入るっていう状態を改善しておかないと、膝っていうのをですね、どん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 外にねじれてきて膝の周りの靭帯や筋肉に負荷をかけてしまうことで痛みだったり、靭帯損傷だったりとかそういったものになりますんで、絶対にこの膝が内に倒れるっていう状態は改善しておかないと大変なことになります。はい、でこの膝が内に倒れるっていう現象っていうのは起こる原因としてはたくさん実はあるんですけど、主には足首と股関節の問題っていうのがもろにその2イン、膝が内に入るっていうのを助長しています。この問題になってくる原因の今回は股関節の筋肉ですね、特にお尻の筋肉を使うことで膝が内に入っていくのをお尻の筋肉でしっかりこっちに止めるって支えるっていうのを助けるために、今回はこの股関節の周りの筋トレをお伝えしていきます。まずは簡単な方からお伝えしていきますので、最初は簡単な方から始めて徐々に難しくしていってみましょう。では筋トレ方法に移ります。はい、では筋トレ方法についてなんですけども、今回の筋トレに関してはこの膝の向きっていうのが非常に重要になってきますので、ちょっとこのアングルから前から見ていただくようになります。まず一つ目ですね、簡単なやつからやっていくんですけども、
まずベッドや床に横になってください。こうなったらですね、膝を立てた状態になっていただいて、このままお尻上げをしていくんですけども、膝の痛みがある方ってですね、お尻を上げた時に膝が内に入ったり逆に外に開きすぎてしまったりということが非常に多いです。で、今回の膝が内に倒れる2位の方っていうのは、お尻を上げるときにこういう上げ方をしてしまうんですね。膝がついてしまう。まずは、体の幅ぐらいですね、足を開いていただいて、つま先と膝の向きをまっすぐにします。この状態にして膝が内に倒れないようにお尻を真上に上げていきます。で、ゆっくり下ろします。こんな感じですね。まずはこれを10回やってみましょう。ではちょっと一緒に10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構です。はい、では次はレベル2になるんですけど、先ほどやった筋トレが簡単にできるよっていう方はこのステップに進んでみてください。レベル2もですね、最初のセットは同じです。膝、足をまっすぐ体の幅に広げた状態で横になります。で、レベル2に関してはですね、先ほどまでこの手は横に置いてたんですけども、この手を、上に上げます。で、肩が痛くて上がらないという方は胸の前に手を置いていただいて、肘がベッドにつかないようにします。こうすることで腕の力が使えなくなるので、よりお尻、股関節周りに効いてきます。はい、ではこの状態で先ほどと同じようにお尻上げ10回やってみましょう。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構です。はい、ではレベル3に移るんですけども、レベル3に関してはちょっと横から見ていただいた方が分かりやすいと思うので、横のアングルからやっていきます。スタート位置は一緒ですね。膝を曲げた状態で横になります。で、この時も膝とつま先は体の幅でまっすぐにしておきます。で、手はまた胸の前あるいは上に上げて、肘がつかないようにしておきます。で、ここからですね、先ほどまで両足でやっていたんですけども、ここから片足にしていきます。筋トレする方の足は曲げたまま、はい、で、反対の足をですね、30度ぐらいですかね、はい、床から離して上に上げておきます。この状態で反対の膝が内に倒れたり外に倒れたりしないようにお尻を上げていきます。こんな感じですね。おそらくほとんどの方が膝痛い方っていうのは、上げた時にこうグラグラしてしまったりすると思うので、あまりにグラグラする方はレベルを下げて、レベル 1、2をまずしっかりやっていきましょう。ではこれもですね、10回やっていきます。はい、足を伸ばした状態でいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構です。で、両方痛むっていう方は両方こっちもですね、同じようにやっていきましょう。
はい、では解説に移ります。はい、ではですね、今回の筋トレの解説なんですけども、今回は膝の痛みがある方が今すぐやるべき筋トレ法についてお伝えしていきました。はい、特にですね、今回の膝の痛みっていうのは膝が内側に入る、ニーインっていう状態の方ですね。で、膝の外側が痛いっていう方にはより効果的な筋トレになります。で、最初にお伝えしたんですけど、この膝のねじれが出てきてしまうと非常に膝の痛みっていうのは治りにくいですし、厄介な症状が出てきやすいので、治せるときにしっかり治しておきましょう。特にこの膝の関節っていうのは、この足首と股関節に挟まれた中間関節になりますので、この2つの影響っていうのをもろに受けます。なので、やはり股関節が不安定な状態っていうのは、膝っていうのはより不安定になってきて、足首が固まってしまったりすると、その影響ももろに受けてきてしまいます。なので、その不安定性が出ているこの股関節の筋肉というのはしっかり鍛えておくことをお勧めします。はい、ではですね、今回はこれ以外にしたいと思うんですけども、今回の件でですね、ご質問やご不明な点がございましたら、コメント欄でも結構ですし、概要欄の方に、LINE 用意してますんで、そちらですね、登録していただけますと、無料の相談だったりとか無料カウンセリング実施していますので、ぜひですね、ご活用ください。では今回はこれ以外にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。では。